メキシコの映画は、メキシコが衆国の資本、人材で制作された映画群とその歴史である。メキシコ映画の歴史は、20世紀初頭に遡り、当時のニューメディアである映画に熱狂した人物たちが、歴史的な事件、特にメキシコ革命を記録し、ドキュメンタリー映画を制作したことに始まる。初期の映画群は1世紀近く経過して、再発見されている。 メキシコにおけるサイレント映画の産業は確かに映画を制作していた。しかしながらそのほとんどは1920年代までにすでに散逸し記録もほとんど残っていない。映画視野のジム・モーラによれば同国での最初の活動写真は1895年トーマス・エジソンのキネトスコープを使用して上映されたというオーギュスト・リミエールが シネマトグラフ映写機を導入したのは、その1年後であった。首都における最初の映画興業は、万国共通の1分間映画、カード遊びをする、人々、列車の到着、魔法の帽子であった。1921年のサルバドール・トスカノ。初期の映画制作の起源はいずれもサルバドール・トスカノとの協力によるものである。 トスカノが手掛けた同国の最初のフィクション劇映画はドンファンの物語を映画化したドンファンテノリーオであった。メキシコ革命の間、トスカノはその闘争をフィルムに記録した。このフィルム断片は1950年にトスカノの娘が編集し長尺のドキュメンタリー映画として完成している。フランスの映画作家たちが短編映画を作り、あるいは彼らの影響のもとに メキシコで制作された。1906年までにメキシコシティには16件の映画サロンが開かれ、同国での映画の大衆化に寄与した。1908年には政治的な映画が登場し、現代の表現で言えばプロパガンダと呼べるような映画も存在した。意義深い戦闘はフィルムに撮られ、革命の期間中、大いに広められた。映画館はメキシコ人の興奮に満たされた。 詳細は、メキシコ映画の黄金時代を参照 EN、ゴールデンエイジ・オブ・メキシカン・シネマ1930年代には、一度の平和と政治の安定が達成されたことを背景に、メキシコにおける映画は、流星を極めた。アメリカ合衆国のハリウッドの映画界は、ラテンアメリカ諸国のためのスペイン語映画を制作する、試みは、ヒスパニック系の俳優の組み合わせが、 メキシコの人々にとってあまり親しみのないアクセントであったことで失敗していた。1930年にソビエト連邦の映画監督セルゲー・ゼンシュティーンがメキシコを訪問したことによる影響及び勇気づけが初期のメキシコ映画人たちにもたらしたものは重要である。1960年代から1970年代のメキシコ映画はホラー映画とアクション映画の時代であった。 詳細は、ヌエーボシネメヒカーノを参照 EN、ヌエボシネメキシカナ、no. ンバーワン990年以降の、メキシコ映画は、ヌエーボシネメヒカーノの時代と呼ばれている。ラモンナバロとルーペベレス。俳優、女優、編集映画監督、編集。ありがとうございます。